アンナ・ブラジー・ミロブナ・シードロバは、ロシア連邦の女子カー,ーリング選手である。シードロバは、シドロワとも表記される。18歳で、ロシア代表チームのサードを務め、2010年、バンクーバーオリンピックに出場、セースキップのリュドミーラ・プリビーフコバに代わり数試合で、スキップを務めた。また、2014年ソチオリンピックでは、ロシア代表女子、 カーリングチームのスキップとして出場した。世界カーリング選手権に8回出場、2017年に銀メダルを獲得した。ソビエート連邦、ロシアソビエート連邦社会主義共和国時代のモスクワ市に生まれた。6歳から13歳までフィギュアスケートに取り組み、1級を保有していた。当初は軍中央スポーツクラブ学校で学び、後に有名な指導者、 ルボーフィ・フェドルチェンコのスタジオで学んだ。しかし、足の怪我が原因で引退。スポーツなしで悲しむことのないよう考えた知り合いの助言でカーリングに挑戦。2005年から競技を始め、半月後にマスター候補に名を挙げ、世界ジュニアカーリング選手権に参加。最初は、モスクワの高等スポーツ技術試験学校、モスクビーチのカーリングチーム、モスクビーチでプレーした。 スベトラーナ・カラルプが最初のトレーナーとなった。その後、同じくモスクワに本拠地を持つチーム、モスクワのメンバーになった。オーリガ・ジャルコーバをスキップとするチーム、モスクワにおいて、ロシア選手権を2008年の2011年まで3期連続で優勝。2009年、ロシアのカーリング第二チームを編成し、好成績を上げ、2010年1月、主力チームへ招集された。 バンクーバーオリンピックの試合ではサードを務め、一部の試合でスキップを務めた。ロシア国立人文大学に席を置き、政治史、法史学部で学んだ。参加したチームの成績、ロシア女子カーリング選手権、ヨーロッパミックスカーリング選手権、ヨーロッパユースオリンピックフェスティバル、ヨーロッパカーリング選手権世界、ジュニアカーリング選手権世界カーリング選手権、 オリンピックユニバーシアードグランドスラム編集ワールドカーリングツアーにおける最高峰の大会シリーズであるグランドスラムの成績、旧グランドスラム編集、ありがとうございます。